何度も何もなく人中力に失敗したりはしない。どんな時代だ。言ってることが正しいかどうか見せてもらおうか。ああ、お前を倒してそれを証明してやる。あの時もガキは全てが簡単だと思ってる。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。あの時もだ。Thank you.
諦めるのを諦めろ。今まで通り見せてみろ。わしに可能性を感じさせてみろ。それが終わりだろう。素直に褒めてやる。だがいくらお前が戦おうとも結局は無駄なことだ。絶望的な戦力差を覆すことはできない。まだだ。なぜだ。なぜそこまで頑なに抗う。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美人を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。なあキュービ、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。うん、人中力のみんなと美獣たち、そんであいつと約束したからな。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そうだ、それがお前だ。お前のザレ事には付き合ってられん。まさかこの程度でおじけづいてんじゃねえだろ。お前、お前はこんなとこでやられるわけにはいかねえんだろう。分かってる。だからなんか方法がないか考えてんだろうが。ふん、相変わらず諦めを知らねえ目してやがる。まあ見てろよ、なんとかしてみせっからさ。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。力貸してくれんのは嬉しいけどよ、その前にきちんと言っておかなきゃなんね。うん、向こうのマダラの時はサンキューな、力をくれて。あれ、助かった。礼なんかするな、気持ち悪い。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。そう、暇つぶしだ。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。その目つきは治らなくても、まずそういうとこ直していかねえから、いつまで経っても。お前とわしのチャクラをくっつけろ。まさか、またチャクラの綱引きかよ。バカ、今回はやらなくていいんだよ。ま、こっちは暇だからな。また綱引きやってもいいんだぞ。クソギツネ、力を貸しやがれ。お前は弱いな、小僧。感謝するんだな、このわしに。さあ、誰を殺したい。もう、てめえは出てくんな。わしを怒らせたな、ナルト。おめえを悪いようにはしねえから。少しの間、待っててくれ。美獣と一緒にいることが
節目合わせだと勝手に思い込むんじゃねえよ。本心では俺のこと認めてねえんだ。負け狐ならな。けどナルトは違う。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。一途で、そのくせ不器用で、誰からも認めてもらえなくて、あいつはもう人の心の苦しみを知っている。今はもう化け狐じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。化け狐じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビのクラマだ。どこ？さあ行こうぜ。遅い。ナルトめ、九尾の力を。戦闘開始。おい。